し。こんにちは。疲れた。何の時間やと思いますか？私も分からない。今日はもうなんかめちゃめちゃ取れてるんですけど、ウェーブ巻き実は初めてやったんです。ほら若干ウェーブ、なんかウェーブはなんだ、すぐ雪の草木やから湿気とかですぐ取れちゃうんです巻きが。そう、疲れた。ほっぺピンクか。見つけてくれてありがとう。こちらこそありがとう。TikTok でいますって言ってくれたからね、わかりやすかったよ。アイビーがやった、ほんまにほんまに。そう、狼帽子取れかけてたの。なんかメイクさんにピンつけてもらった時はガッチガチに止められてたんけど、なんでやろな、いつもならへんのに初めて取れました。やっと大阪着いた、ほんまに。なんか昨日から言ってんかった？昨日か？一昨日か？なんかありがとう。慈悲に頭をわしづかみされほんまにな。ちょっと最近心許してくれてます。心許してくれてるというか、なんか結構来てくれます私も普通に行くからなんやと思うんですけど、ゆきのちゃん目が痛くなる黒白 T シャツ最近着てますか？え、着たっけ？いや着てないな。なんかレッスン着がほんまになんか増えすぎて、ネット通販とかでようなんか頻繁に買い物するから、なんか一気にバンバンバンって買うんです。大量っていうか、うん、まあまあな数だから、そこで増えていくのいっぱいだからな。昔の服はね、衣装って言いそうなった。着てないのよ。鎧行くのにまだ準備できてない。うーわ、あと何時間よ。間に合うんか？絶対間に合ってよメルも頑張ってありがとう。こんばんは。こんばんは、ちょ、こんにちは。お腹すいた。皆さんはお昼ご飯何食べましたか？私はミニトマトの半分1個です。時間なくて、時間なかったわけじゃないねんけど、なんかね食べれへんかった。なんか別に体調悪いとかそんなんじゃないねんけど。わなか、うわーめっちゃいいやん。いいな、買ってきて、届けてよ。なんかめっちゃもうアンコールやばかった。アンコールめっちゃお腹すいたって思いながらやってたの。めっちゃお腹すいた。だから今翼を授けてもらってますリサや絶対。ほらリサや、え、みんなに言われんねんけど、みんな
にミサ来たって言われる。声でわかる。リサちゃんが来ました。お出品だからね今。かわいい、なんか大人の大人の大人。今日お姉さんコーデな。誰にもらったん？全部かわいいね。嬉しいね。かわいいね、かわいいね。コラボ配信誰と誰と。そう思って踊ってたって考えたら悪くないやろ。そうやろ。ほんまにお腹空いた。この配信もさ、お見送り中とか絶対着替えて、自由時間みたいになったら、絶対に一番にご飯を食べるって決めててんけど、なんかね、いや頭回ってんのかな。そう、なんか配信先しちゃったん。砂肝も最近食べたの。おばあちゃんが持ってきてくれた。今日皆さん期待しました？渚最高じゃないって思いました？お腹空きすぎて体調不良で、お見送り不参加ありだと思う。なしやろ、絶対なしやろ。思ったやんな。そうやんな。いつでしょうね。お楽しみに。もしかしたら夜かもしれないですよ。夜やるかもしれないです。一応振り入れは終わったんで。どうでしょうね。けど渚最高なくなるのかもしれない。そうやねん。夜ありえるで、ほんまに。新公演からちゃう？14から次の公演ってこと？どうやろうな。どうでしょうね。昼だけ入る人かわいさすぎる。なんでよ。渚最高見納めできたやろ。夜やるんやったらね。知らないですよ。何も知らないですよ。何も知らないですよ。ジンクスなくなるのに。ジンクスなくなるんかな。私ほんまにそれは知らなくて、誰も知らないんです。夏のディスティネーション言えへん。これ夏のディスティネーションが新しくチーム曲で、今回 の新曲を作ってもらったので、チームのね、なんかジンクスじゃなくなるんか、そっからプラスして追加されるのか、どうなんでしょうね。でもほんまにマジで追加されたら死んでもほんまに無理やって。体力そんなないて。ほんまに。こんにちは。渚最高も青春公園に見納めできた。あ、ほんまに？よかったね。ジンクスの雪乃が好きだからそれは困る。ありがとう。ジンクスのしんどさがなくなってもシングルもしんどそう。え、ほんまにな。え、考えて、追加されるって考えて。ジンクスなくならへんくて、シングルこれ合いとこれ合い、まあ、入るとしたらの話ですよ今の。全然私も知らないのでこれは信じないでください。私が予想するに、多分渚最高のとこがあれになるでしょ。これ合いちゃう。これ合いになるでしょ。で、
まあ、ジンクスで夏のディスティネーションかなとか考えてんねんけど、知らないですよほんまに、ま、マジで知らないですよ。前髪かわいこちゃんって伝えたかったのに言えなかった今伝わったからいいよ、ありがとう。いやでも、え、なんかコメント下に一番下に戻った、やだ。夜に夏のディスティネーションがないことだけは分かんないいや知らないですよ、知ってる程度話してるかもしれないですよほんまに知らないです、ほんまに。これは信じてください、これ愛は知らないですよふんふんふん、多分増えないから大丈夫だよ、ほんまかな。いや結構あのこれ愛からの夏のディスティネーションやったら全然頑張れるけど、いや どんな並びでも頑張れるけど、けどほんまに夏のディスティネーションがそこに入らんくて、そこに入ったとしてもあのこれ愛ジンクス夏のディスティネーション、いやマジでこれ愛とジンクスの並びだけがほんまに死んでまうほんまにもう死んだ顔してるかもしれへん。ナストディスティネーションナスト夏のもう夏のディスティネーション解禁されてたっけ、されてないですよ、されてないですよ。だから私たちも曲数増えることはない、ほんまに言ってる。サツキチーム B2 の時めっちゃ増えたで、ほんまに増えたで、ありへんぐらい増えたで、増えたで。なんかわけわからんくて、わけわからんのに、うん、なんでかわからへんのにお姉様増えたから、ほんまにこの経験をしてる身からするとほんまに増える可能性があるのよ。そう、はじめまして。いや、ほんまに何持ってましたからね、行くのだって曲数考えてくださいよ、ほんまにマジで死にたかったえ、そう、黒髪、絶黒とオネストマン、ほんまにわけわからんでも、絶黒はまだわかるんです。全員正規になってから増えたっけ、全盛期になって通常 の曲数が後半4曲を盛期がやるっていうのはなんか決まってるっていうか、決まってはないけど、それがっていうの今までの普通みたいな感じやったから、 それは分かるねんけど、オネストマン、いや楽しかったですよ、今ではめっちゃいい思い出やけど、楽しくてね、コンサートでもその上下も分かれてるじゃないですか、振りが分かれてるんですけど、え、そう、前髪好評やねん、嬉しい。触覚なくしたんです、皆さん気づきました？もうちょいこの辺まであったんですよ、ストレートにしたらなんか今目尻かなぐらいやねんけど、まあこんぐらいあったんですよ。でも切りすぎて切りすぎてもうなくしちゃえと思ってなくしました。なんか若干ある感じやけど、お腹すいたね、ライブでも次世代コンサートオネストマンもできたし、覚える時間が省けてこっちとかはこっちとしてはもう全然めちゃめちゃありがたかったんですけど、できる曲が増えるっていうのはねすごいいいことなので、うん、15分経ってって
9分経ったってうん、そう、触覚が顔に引っかかることがなくなったね。そうなの、見てて思った。でもか、あの今日は髪の毛下ろしてたっていうのもあって、あの髪飾りに後ろの髪の毛がめちゃめちゃかかりました。だからちょっと惜しかったし、そんなこと言っちゃダメ。アイドルが聞こえました皆さん聞こえてないですよね。あもうこのままいなくなるこのままいなくなろうかな。皆さんのご飯の予定は何ですか。こんばんは。今入ってきた人ほんまにごめんなさいね。ありがとうございますけど、こんな画角で本当にごめんなさい。あ、それななんかテンションおかしい。あ、ほんまに。わあ。白 T シャツ似合うね。ありがとう。Thank you, thank you。実はね、これ。入ってるの。ちょっとね、首締まってる服があんまり好きじゃなくて、ここめちゃ開いててね、嬉しい。え、そう、気づいた？大谷さんなの。そう、なんかセットアップみたいな感じやってんけど、そう、ここにいるの。そう、ゆるゆるなのが好きなの、ここがね。これ割とピチッとしてるし、ドジャース割とピチッとしてるし、ピチッとしてるからここを見えない、構え鏡になっても。おじさんいた、大谷さん、大谷さんのブランド、ブランドっていうか、そんな感じのやつ。それでは鎖骨最高、やばい。今日はへそ足し担当じゃないね。いや、と思うでしょこれ。え、どう思える？手上げたらお腹見えるぐらい感じほな、あ、チームか、ブランドじゃなかった。大谷さんのチームのお洋服ランキング読みます。13位トミーさん、ありがとうございます。12位ギュウキンさん、ありがとうございます。1位ちゃん飛んだ。11位ルーレットさん、ありがとうございます。10位キャプテン翼さん、ありがとうございます。9位毎日さん、ありがとうございます。8位ケイタンさん、ありがとうございます。7位ユウスケさん、ありがとうございます。6位なんだこれ、ジローさん、ありがとうございます。5位ジョーさん、ありがとうございます。4位ナオヤさん、ありがとうございます。3位ちさちゃんさん、ありがとうございます。2位ダンさん、ありがとうございます。そして1位オミさん、ありがとうございます。あー、仲良くなってきた。花粉すごいですか。夜公園花粉持ってこないでくださいね、外から。ほんまにやめてくださいよ、ガチでガチで、ほんまにやめてください私のくじゃみが止まらなくなっちゃうから。ということで今日は終わります。揺れてる？揺れてないやんな。自分自身が揺れてただけやったらびっくりした。目つぶってたからさ、なんか自分ほら怖っ目つぶったらなんかめっちゃ自分が揺れてんのか地面が揺れてんのかどっちか分からへんやん。怖っ、地震かと思った、びっくりした。え、じゃ絶対やめてな、うちわじゃなくて杉フロン最悪やで森警備員さんに頼むかな花粉は持ち込み禁止です、すいません、よろしくお願いします。ということで終わります。ほな夜公演頑張ります。ありがとうございました。